ビビンバを朝ごはんにして食べます。野菜とか入ってヘルシーだと思って。これはビビンバは卵焼き入ってますけど、2つ入ってて、双子ビビンバって言ってますね。サンドゥンや双子ビビンバって言って時々食べてます。今日はお昼ご飯はソンイと一緒ですけど、さっきまでアクセサリー仕入れました。たくさん買って、荷物もたくさんあって、ちょっと歩いたらここチェーン店ですけれども、おかゆの専門店ですけど、おかゆプラスたくさんのメニューがあったので、お昼ソンイと一緒にですね。私はこのナムルがいっぱい入ってるベーシックな850円のこのビビンバですね。でこれですね、ナムルビビンバ、野菜ナムルが多いビビンバですね。でご飯と自分でご飯の量を調節もできますし、わかめスープ、キムチ、これはニンニクの茎ですね。これが私の分です。頼んだものですけれども、それもらうべき、ラッチーキムチジュ、ラッチーキムチジュ、ラッチーっていうのはイイダコですね。イイダコとキムチのおかゆですね。美味しそうですね。これピンクのは何？トンチミ、トンチミ、トンチミ。これはちょっと色はピンクですけれども、辛くない、スープキムチですね。キムチとチャンドリ、오징어젓갈이렇게다져놓은거그래하니까양념됐어요자그런感じで먹겠습니다여기서송정식당って소식은유명ですけれども、아사는그런하드한거는食べれないですので、お昼ご飯ここで食べようと思ってます。ありました、あっちに。ここですね。プルコンシーペッパー、ソンジョン食堂というところですね。ウォンジョン元祖、プルコンシーペッパーですね。ね、1980年だから、約40年ぐらい前からですね、このメニューが始まったということですね。なので、このレンタンです。ここですね。あ、ここが2号店ですね。になりましたね。あ、これなんか芋がこれやっていらっしゃいますね。こんにちは、こんにちは。ですね。どこまで来るけよ。日本の長野県ですね。これがブルゴジ、ブルゴジレパンということですね。美味しそう。朝からハードですけど食べてますね。こうやって。出来上がってますね。これ温めるだけですね。아그럼어디에앉아야돼혼자만아그러면두사람모시킬게죄송합니다촬영은저희가지금촬영은안돼서따로아직안돼요촬영은유튜브촬영저희가아직일본어로나가라근데아니촬영은따로안하고아안돼요네아네알겠습니다なんか断られました。一人前は混んでるから一人前は絶対ダメと言われたし、二人前でもいいのって言ったら撮影ダメっていきなり言われて、さっき入り口ではいいって言ってたけどダメでした。違うどこ探すか考えます。今
이거 촬영 조금만 찍어도 돼요? 네? 조금만 찍어도 돼. 일본어로 나가는 건데. 네, 들어. 아, 네, 알겠습니다. 그럼 고등어 조리 말해주세요, 뭐. 고등어 조림 하나. 네, 혼자인데. 괜찮을까요? 네, 촬영도 조금만 해도 되나요? 안 해도? 아, 해도 돼요. 아, 감사합니다. 고등. 시대가 되어 가나? 그럼 뭐 고등어 조림 하나 하고 조기 한 마리 맞았어요. 네. 어디 앉은데 조이 뭐? 내가 앉으라 근데도 앉으면 고마워요. 왜냐면 어디 앉아요 뭐? 점심. 혼자니까 네, 얼른 먹고 계속 많이 안 먹고 남기면. 예수도 그거. 아니. 아니야. 미안해요여기서많이만드니까괜찮아요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 
あ、それですね。これはサバの煮付けです。美味しいと思います。これも懐かしい味ですね。小さい時煮付け、魚煮付けとかそのものでは匂いとか苦手だったので、こうやって辛く甘辛く煮たりとか、唐辛子の味付けで煮たら臭、あの魚の匂いなくなる。あ、ごちそうさまでした。ねえ、ごちそうさまでした。これ石貝ですね。ごちそうさまでした漬けですね。美味しそう。身がたくさん美味しいですのでですね。これ。こんな感じですね。ご飯はこの懐かしいですね。すごい美味しい。なんかこれは一般家庭ではこの味は出せれない。蒸しがすごい。キムチも古いキムチ、無分子って言ってて、わざと古いキムチを使って、酸味があって美味しいです。乳酸菌もちょっといっぱいあって、美容にもいいと思います。それも美味しかったけど、私はどちらかこれはすごく美味しいです。うん、아까낙지했는가다해놨어요올라가시면올라가서낙지잡살이냐낙지가더오늘낙지두개라해서다해놨어요팔팔뛰는걸로해놨어낙지만아낙지오늘팔팔뛰어손두부두개그잡혀豆もやし入れますか。私は家で豆もやし、こんな人参とか緑とかのネギとか入れないけど、今度帰ったら日本で家で作るときはこういう色を入れようと思ってます。すごい色鮮やかでいいですね。でも石鯛食べてますね。石鯛っていうのは法事の時にみんな必ず使う魚で、昔は本当にごちそうですね。なかなかこの定規ついてて実際は食べれなかったです。うちも裕福でもない普
通の家というか、と貧乏な家だったので、ものすごいごちそうな魚、いい魚とかお肉とか、そんなに食べれなかったんです。今はもう誰でも食べるもんですけど、ゾギ、一緒に食べてます、ね。魚の臭み、臭い臭みが私苦手なので。全然匂いとかも気にならないし、私はどこにいてもフレッシュジュースすごい好きで、今日もあのグレープフルーツのフレッシュジュース買いました。300円です。ここ安いですね。半額に近いです。だいたい500円とかですけど、ここは300円だから。あ、でもちょっとコップが小さいかもしれませんね。ダミーだー、美味しいです。飲みに近い、すごい喉渇いてたから競技はないかもしれません。こちら店ですけれども、タッカンマリってあの鶏1匹、鶏1羽って丸ごと1匹を料理してくれる店ばっかりがずらりと並んでますけれども、そこ今ソンイと待ち合わせしてます。これですね、鶏の濃厚のりでさ、長いです。なんか水蒸気でね、こもってて取れないですけれども、鶏一匹をぐずぐずぐずにいって、でこのソースをつけて食べるからですね。気持ちがなんかいまいちですね。私はあのなんかちょっとわからない、でもすごいシンプルですけれども、このシンプルな味がみんなが好きです。締めですけど、なんかこのスープにね、ちょっと今煙って、あの水蒸気で煙ったくて、あの煙ってて、はい、この麺がですね、手延べ、手延べその機械であの作ったそうめんですね。そうめんをここに入れてた、このスープが美味しいからすごい美味しいと思います。本当にもうば、美味しそう。イクラさん、そうなんですね。食べてみますね。締めの麺とかね、あのチャーハンみたいなものとか韓国美味しいので、最後の、うん、これ、イーグルチョコレマンに行かれて、目を焦げぼだ。